どうもノリです。よろしくお願いします。今回もリアタイの方をやっていきたいと思います。大山さん、木南さん、そしてドリスさんをね、限界突破一つずつやることができました。これでリアタイの方を戦っていきたいと思います。打順の方もちょっと変えまして、はい、3番ロペスさん、4番バースさん、で5番にね、チャンス4の大山さんを置いております。ランナーを返してもらおうかなと大山さんには思っております。ではリアタイの方お願いします。はい、来た、お願いします。うわ、出た、千賀さん、 A ランクか。でもお願いします。実況は三橋大輔でお伝えしていきます。ありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくどうぞ。参りました。まずはタイガー、煽られてます。小宮山さん、さあ、まっすぐから行こうか。抑えると抑えないでは大違いになりますからね。ほっ、さあ、そういう意味ではこのインサイド、あー、ヒットだった。マジか。入っている秋山、ピットでランナーを一塁に。では同じとこツーシーム。マウンド上のピッチャーは岩佐だ。そしてキャッチ、ラッキー、ゲッツー無理か。くう、さあ、そして打席には吉田が入っています。さあ、ワンナウトになりました。外に逃げるスラブ、振りなさい。まあ、ここはしっかり切り抜けて主導権を握らないようにしたいですね。うん、なるほど、そうですよね。インサイド、何、あぶねー、うまいな。さあ、そしてバッターボックスには城島が入ります。さてはお相手さん、うまいな。ピンチは続きます。まあ、ここもしっかり抑えて選手点を与えないようにしたいですね。2シーム打ってくるとは。なるほど、そうですね。2球目は何で来るか。さあ、ツーシム、くっ、惜しいですね。インローのストレート、カット投げます。いいボールでしたが外れています。ナイスボール、ナイスボールなんだが、ストライク入りません。まっすぐ4球目、よし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 。クロスファイヤーいいですね。さあ、何投げようか。低めにストレートが決まっています。もう1球まっすぐ行こうか。5球目は何で来るか。ギャー、ファーボール、まあしゃあないか。さあ、ここゼロで抑えたいよ。スラブ、ナイスボール。さあ、もう一球スラブでどうでしょう。甘いか、あぶねーあぶねー。ツーシームと勘違いはしないですよね。そうですか。さあ、じゃあツーシーム、これで凡退、よし。あー、惜しい。最後チェンジアップで三振でしょ、これは。フランカ、まずい。まっすぐ取れて、よっしゃ、オッケー、ナイス、サンキュー、チェンジ。さあ、行きましょう。千賀さん打てるかやな。ほんまに打たれへん。頼むぞ。いや、打てた、あれ。くっ、めっちゃスタンプ攻撃されてるけど。オッケーオッケー、集中集中集中しよう。あー、ツーシームやめて。これが3球目、あ、いいんじゃない。惜しい、ツーシームが打てない。ああ、ヒットならんか。くぅ、チェンジ。さあ、しっかりゼロで抑えれるか。カットから入ります。得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。相手さん、うまそうやからな。さあ、2球目は何か。いいよ、ナイスボール。いいところへ決まります。通信はなかなか打てんじゃろ。オッケー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 。ストライクになります。で、高めのまっすぐ、これを通信と勘違いして振るらない。見送っていますスラブ、ん、打ちました、取れる。オッケー、ナイス。バッターは、さあ、オコエさんか。オコエ、岩佐だ。まずは先頭バッターを打ち取っています。ツーシーム、これいいとこ入れたいが、おい、ナイス。これをしたい、これを、こういう投球を。あ、押し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 、はい、で、まっすぐ投げて、あ、甘いとこ行った。まあまあまあ、まあ、スラーブから入ってみようか。うん、ナイスボール、惜しいけどな。膝元食い込んでいく。そしてカット、はい、打たれたとしても詰まるかファールになる可能性が高いですね。オッケー、ナイス。さあ、バッテリーどう組み立ててくるのか。見せてないカーブ、うん、もったいない。マークにはできませんよね。で、ツーシーム投げます。4球目は何で来るか。
いいね。まあ、もう一球は外してもいいの。もう一球いこうか。外に逃げるボールを引き、ツーシームじゃい。なるほど、ナイスボール。見逃して三振です。さあ大和さん、 A ランクか。ここまっすぐで押していきたいね。 OK、 ナイス、チェンジ。さああとは打つだけなんだがな。いやーもう、いやー甘い。カーフォークじゃないのね。岩貞さん続けようかな。カットから入ります。打ってくれたけど、あれー、入るのね。あー負けた、ありがとうございました。はい、ではよろしくお願いします。お相手は柳さん。どう打てるかな。立ち上がりは特にどのようなことを考えられてピッチングされてましたか。とりあえずボールをしっかり狙ったところに。やったー、やばい、ヒットを打つだけで喜べるようになってきてる。それぐらい打ててないの。一塁に置いています。まずはインコース。OK、 この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。こうこのカーブ打ってほしいですね。そういうのだけは避けたいですね。なるほど、さあバッターは何を待っているか。今はよく見ましたね。 OK、 はい、カーブ続けてまっすぐ来た。縦数は見ましたね。さあ、はい、何来る。変化球わずかに外れてボール。 OK、 フォアボールじゃないんかい。インローへキレのある変化球が決まっています。3ボール2ストライク。これフォアボール、はい、よく選びました。フォアボールです。さあロペアン行こう。集中集中、 OK よ。これね、あんまね、打ちたい打ちたいってなったらダメなんですよ。いいじゃないですか、見えてる、珍しく。 OK、 さあ何来るやろ。あー、振りたかったな。うっと、追い込まれた。フルカウント。さあお願いします。おっか、惜しい、ちょっと早かったね。案外ボール球も来ますから、しっかり見極めたいですね。いやー、よしよしよし。バッターは何を待っているか。ファール。さあ来いよ。よっしゃ、いけ。サンキュー。珍しく先制。さあバーヤン行こう。バーヤン打ちたい。マジかよ。ありがとうございました。